標ね、今年中1万回ぐらい行きたいと思うから。チャオ、元プロサッカー選手の宮崎です。今日は、検証系やりたいと思います。検証系、検証のね、元プロサッカー選手リフティングどれくらいできるのっていうのを今日やっていこうかなと思うんで、行ってまいりましょう。僕自身リフティングっていうのは、得意じゃないっていうとあんまり得意じゃないかもしれない本当に、ね、で実際にリフティングのさ、例えば今小さい子たちリフティング何回何千回できましたよってよく聞くんだけど、ちょっとドキッてするぐらいあれかなりできてんなと思っちゃう。で僕自身もねリフティングの回数って正直小さい時から全然数えたことない、ね、100回ぐらいはいけるんだけど、それ以上とか、何回できるのかなって、本当やったことないから、今回自分どれくらいできるのかなって、やってみたいと思います、ね。リフティングね結構やっぱ疲れると思うんだけど、今日は頑張ってね、元プロサッカー選手何回できるかっていうのをチャレンジしていきたいと思います。
25分ぐらい。これで25分、いや結構きついね。夏場ですし、いやね、夏場ちょっときついね。水必要だしさ、超えてるんですけど、はい、水の上でしたっていうタイミングからあの僕も朦朧としてきちゃってそうだよね、ちょっと夏これさきついな。ちょっと水もさもう切れちゃってるからちょっときつかったです。で、まあ現状まあ2000以上か、2100ぐらいまではいってると思います。結構2200、まあリフティングのペースちょっと速かったりゆっくりだったり、まあいろいろちょっとやってたんだけど、まあこんなもんです。もしかしたらまたもっといい回数できたかもしれない。正直あんまり疲れてるけどそこまでめちゃくちゃ脱力感みたいなのないから、記録は伸ばします。で、まあ目標1万回いきたいと思います。カメラマンさんはね、すごい大変だけど、ちょっと暑い日じゃない時とか、インドアでちょっとやろうかな。そうしましょう。まあね、まあリフティングでも、やっぱりこうやってね、まあいろんなとこ使ってやるのはすごい大事だから、まあ、ちょっと引っ張り方は誰か教えてください。ちょっと気になってたぐらい。けど、集中すれば、気にしないぐらいだから、まあリフティングはね、結構集中するとこっていうのを意識してくれれば、まあできます。まあみんな、見てるみんな、2000回以上。まず超えれるように、もうそれでも超えちゃう選手、もうどんどん挑戦してきて、僕も目標ね、今年中1万回ぐらい行きたいと思うから頑張って練習するよ。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録、また、高評価の方よろしくお願いします。